今後バンドの全力少年と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。私たちは、スキマスイッチが大好きな6人組で活動しております。端っこにちょっと心が綺麗な方は見えてるかなって思うんですけど、ちょっとね、ちょっと1人、本当は6人なんですけど、ちょっと院試験の関係でね、今日ちょっと来れなくなってしまって、急遽楽譜をね変えてね5人にお届けしようということで、1曲目にお送りしましたのがスキマスイッチさんの、触れて未来をという曲でした。この曲がですね、2004年の曲でして、なかなか知らない方が多かったんじゃないかなと思うんですけど、この曲知ってるよっていう人いますか？ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、2004年ってことは私たちが4年生、小学4年生3年生か、やば、若っそうだね、若っということでね、なかなか知らない方も多かったので、聞きなじみはないのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、アップテンポのノリノリな曲なので、ちょっと
1曲目にふさわしいかなと思ってお届けしました、はい、こんな感じでね、ちょっとスキマスイッチさんのスキマスイッチさんの爽やかな曲をお届けしていこうかなということでですね緊張してるんですよ、すいません。ヨガ私、緊張するとすごく早口になるっていう癖があって、皆さんご存知かもしれないんですけど、すごく早口になるので、今日はゆっくり喋ろうと思ってね、まあ、そんな時間はないんですよね、あと5分って書いてあるもんね。ということで、次の曲に行きたいと思います。スキマスイッチさんの愛という曲をお聴きいただきます。その愛っていうのは、ラブの愛じゃなくて、愛色の愛です。ということで、今日ジーンズで揃えてきました。はい、それだけです。はい、はい、聞きください、スキマスイッチさんで、はい。ありがとうございました。